昨日までのトップでした篠田美穂です。立川市立第五小学校の6年生、朝日生命体操クラブの所属です。先ほどは跳馬で結局 9.225、 伸身塚原跳び1回ひねり着地失敗しまして 9.05 でした。イエガーですね、141センチ31キロ車輪です。もう一回抱え込んでのダブル、先ほどの跳馬でミスしてますからね、思い切ってやりましたね。振動系の運動が非常にいいですね。車輪などを見てみましても十分に肩が抜けていて、申し分のない車輪ができてますね。もう来年ぐらいになりますと森尾選手のように月面宙返りもうやってるんじゃないですかね、141センチ12歳、小学校の6年生ですからまだまだ体はこれから大きくなりますね。そうですね、十分大きくなると思います。しっかり食べて練習してほしいですね、女子のコーチの塚原光雄さんに伺いますと、世界の一流と互角に戦えるその体のバネと、はい、そして素質を持っているという話がありましたね。十分なバネ持ってますね。あとはもう少しこの足の線といいますかね、はい、キャッとこう見せるようなトレーニングをしてほしいですね。そうしますともう十分、もう日本で戦うんじゃなくて海外でね十分戦える選手になると思います。まあ、運動会でも学校の運動会でもその短距離は負けたことがないという ね、それだけバネがありますから、はい、床とか跳馬あたりは得意なんでしょうね。そうですね、この平行棒なんかも今見ておりましても力強さがありますね。そうですね、はい、昨日の段違い平行棒自由は 9.25、 おとといの規定では 9.50 というのは一番いい得点を、ハイ得点をマークしていました。全日本は初めて出場します。篠田美穂初出場初優勝狙います。まあ、朝日生命 の塚原さんあたりに話を伺っても失敗がなければ優勝絡みにその加わってくるだろうという話がありましたが、その通りになりましたもんね。そうですね、やはり体操競技っていうのは、はい、失敗したら何もならないんですよね。 9.55 です。いかに失敗しないで確実にまとめていくかというところがやはり勝つか負けるかの最後の問題でしょうね。